皆さんこんにちは。花矢印ニュースのお時間です。キャスターは私、増矢印太一がお送りします。この番組は日本中の一発ギャグ芸人を特集する、通称ギャガーについての情報番組でございます。皆様にお届けするニュース番組です。それでは早速最初のニュースに参りましょう。どうぞ。ギャグライブ一撃スタート。今月24日にギャグライブ一撃が開催されます。毎回10組ものお笑い芸人が集い、さまざまな企画に沿ってギャグライブを披露していきます。トータルギャグ数は100以上。今回で10回目ということもあり、今まで以上に面白い企画が目白押し。右手が超物仕掛けてる。だるいっすね。はい、鼻が恥ずかしい。ちょっと飛ばしすぎやから。飛ばしすぎやから。このライブを主催しているのは、400以上のギャグを操るピン芸人、花矢印永井さん。我々スタッフは花矢印さんに直撃インタビューしてきました。第1回目から実は夢があって、どんどんライブ会場を大きくしていって、もう最初は10人ぐらいの会場から20人、30人、40人とどんどん大きくして、最終的に武道館でやろうっていうのを一撃メンバーで決めてるんですよ。なるほど。お客さんの数は今どんどん増えてってるんで、だからこのままどんどん会場をいっぱいにして、どんどん、今はね確か50人ぐらいがマックスのところなんですけど、次は60、70、80と。武道館は何人ぐらいですか？1万5000人。1万5000人。20年でもかけましょう。20年で間に合うか。ちなみに永井ってなんで芸人始めたの？ハブですか？うん、小学4年の時が最初ですかね。小学4年の頃に友達とお楽しみ会、よくダンス発表だとかなんかね、そういう発表会するような時に友達とコントをやろうという話になったんですよ。その時に友達と一緒にネタとか考えたんですよね。でその時に、まあ、人生ゲームとかをしながら将来何になるのかなみたいな話してた時に、職業マスでタレントって出たんですよ。運命やなとそこで思って、タレントの道を歩むのを決めました。まあ今後そうですね、まあ、ギャグの帝王になりたらいいなと。ギャグの帝王と、原西さんとか中央さんとかいろいろいますけど、僕はそのギャグライブ一撃っていうところからのし上がっていこうかと。ちなみになんですけど、はい、一撃ってどういった意味を込めてつけられたんですか？一発ギャグってやっぱりその一つのね、単発なんですね、漫才とかコントとかと違って。だからその一つの重みを大事にするライブにできたらいいなという。もう改めてなんですけど、はい、一撃のライブってどんなライブなんですか？まあ1時間半ずっとバカが見れるライブですね。何も考えずもう感じてもらえると一番楽しめるんじゃないかと。もう体感ですね。 4DX 映画の立体のね、水バーとか霧バーとか風バーとか、あれと一緒です。ギャガーのもう覇気とか汗とかいろいろ飛んできます。はい、それを生身で受け止めてください。ギャグライブ一撃、皆さんぜひ一度足を運んでみてはいかがでしょうか。ありがとうございました。なかなか主催の花矢印永井さんという方ですか、私に少し顔が似てるような感じがしてすごく共感がしましたね。彼がやってる主催ライブ、少し興味が湧きました。よしければ、皆様もこのギャグライブ一撃に足を運んでみてはいかがでしょうか。一発ギャグが100以上も見れるという時点でなかなかね、興味が引けるというのがすごい伝わってきたので、ぜひ、興味が引かれたということで行ってみたいと思います。他にもたくさん、ギャグ芸人が出ている、そうですね、彼らはギャガーと呼んでいましたね。
なかなかギャガーという言葉を使う言葉がないので、なかなか興味が持たれましたね。まあそうですね、すごい興味が持たれました、私もぜひ足を運んでみたいと思います。このライブは9月24日日曜日13時半からチャルで阿佐ヶ谷というライブ会場で行われます。よしければ皆様もぜひ一撃失礼しました一撃と出てしまいました。